やっほー、お疲れ様、ありがとうございました。今日はありがとう、こちらこそ。シラママラン、懐かしい衣装でしょ。見下ろされたいから起きて見下ろしてあげますよ。今日はハミーティングでした。でさ、今日はさ、あの MC おらんかったけさ、また佐竹さんおらんくてさ、泣きアシスタントがでもやってくれて いてくれて。他はすだまかん、さやすだまかん、おにぎり、ライスボール、鮭ライスボール、サーモンライスボール、先ほどありがとうございます。こちらこそ。若い子に見下ろされる、見下ろされてます。アシスタント大活躍でした。見下ろしてる今も。今日も体操したよ、ラジオ体操して、そしてラジオ体操からの、でも緊張しました。普通になんか今日だって一人だったんじゃん。もうでもね、一人でもね、なんか多分一人だとしても MC の方がおったとしてもなんか、変わらないかもしれないけど、てりまかし、てりまかし、体操して体痛くなりました。ラジオ体操で体痛めるなんて、元からそれあれですよ、悪いですよ元から。こんばんは、いい感じに立った。今日は歌った、今日はあのゆずさんの立ったという曲を歌いました。知ってますか？こんばんは、笑顔ですよ。一緒配信ナイス。レアじゃろ。でももうね、ズボンは着替えたい。あ、こういうことは言わんけどね。セーラー服似合うでしょ。現役立ったという曲を歌いました。たった一度きりの人生、勝った負けただけじゃねえぞ、死ぬほど転んで見つかる大切な宝物もある、今大差がなくていいよ、ちょっと寄り道もしようぜ、と365日の紙飛行機。とるまかし、さっきぶりありがとう、こんばんは。去年まで制服現役だったのに。え、全然去年じゃない。さっき何してたの。今日はね、あ、取材を朝はレッスンをしたんですけど、その後別の取材もさせていただいて、でファンミーティングが終わった後はまた別の取材もしていただいて、解禁になるまでちょっと待っていてください。ちょっと待った。高校の制服？恥ずか、なんかさ、高校の制服をさ、なんかお話し会でさ、あの、一回来て、やったんですけど、それ以来、もう着てないんですよね、広島の制服。恥ずかしいし。
STU チャンネルも、そうなんよ、 STU チャンネル決まったんよ。5月14日はぜひ来てくださいね。ライブじゃ、あの生配信見に来てください。恋ほー、恋ほーのコメント、負けほーの日でも恋ほーがこのコメント欄では登場します。絶対見て。急にさ、なんか欲しいものありますかって、難しいなと思って。歯磨き粉が欲しい今。歯磨き粉欲しいかな今。完全無欠のヒーロー、そんなやついなくたって、ひょっとしたらひょんなことで誰かを救えるかも。どうした君は太陽。歯磨き粉なんかさ、なんだかな、 YouTube のさ撮影、実用的で、もうね、実用的なこと考えた方がいい。なんかね、なんでかっていうと、この前ね、サヤンと浦安鉄筋家族の漫画のロケ地に行こうみたいな感じで行ったんですよ。で、なんか勝ったんですよ、何か勝負かなって。で、そこであの浦安鉄筋家族のグッズだったら何でも買ってあげますよみたいな言われて、1万円以内で。そこでめっちゃトイレットペーパー買ったんですけど、いやマジで買ってよかったなと思って。そうトイレットペーパーか、もう買ってもらってよかったなと思って、勝利してめっちゃ買いました。トイレットペーパー何個買ったかな、2つぐらいばあちゃんにあげたんだけどね。駄菓子屋のおばあちゃんに会いたいよ。なんかもう駄菓子屋のおばあちゃんに定期的に会いに行ってくださってるファンの方もいて、定期的に届くんよ。なんかおばあちゃんのなんかメッセージみたいな、ファンデータかなんか、コカ通信とか出てくる。もうその顔見るたびに会いたくなるね。会いに行った。もうめっちゃ優しいけんね。勝利のペーパー、勝利の紙って言わね勝利ペーパー。こんばんは、楽しい時間、こちらこそファンミーティングありがとうございました。握手会やったんじゃけどさ、握手会なれん、なんかあんまりさ、握手会もさ、なんじゃろ、久しぶりでさ、緊張する方もおってさ、え、緊張した？そうじゃろ、初めて握手の方もいっぱいおったもん。ひょっとしたらひょんな、握手会あるの？あったよ、今日終わりましたけど。全然関係ない話した？もう全然、今日が緊張した、ドキドキ。うおっ、松岡さん、金のクマありがとうございます。ひょっとしたらひょんなことで誰かを救えるかも。どうした、君は太陽、曇り空くぐれてたら、この世界はまるで真っ暗闇だ、太鼓の岩の開きみたい。踊ればよかった。ドキドキしてうまく話したかしない。東京のファミが初めての握手、なんということでしょう。でも嬉しいね、握手できて。ドキドキするの？なんで古い制服なん？もう着ることないと思ったっけ？この制服好きなんですよ。好きじゃけど、あんまりもうこのあんまりね、なんかツアーとかでも着るかわからんし、お仕事では金系。はい、き
つくないの？ですね、上は私のやつ着てません。ひなこの塩いひなこの上はちょっときつかったですね。なので、まあ、これ中学生ぐらいの中3ぐらいの時の衣装ですか。これ上はちょっとさすがに中3時期恥ずかしい、恥ずかしいな、まずから入らんくて。そしてでもスカートは自分の履きました。去年や、いや全然去年じゃないわ、中学3年、全然去年じゃないけ。初めまして、いや口を開いたら去年かもしれんけど、全然大人っぽいけ。マジ、いや今中3じゃないよ。 I'm 台湾インドネシア、インドネシア。昨日さ、マジで聞いてほしいことがある。昨日私、外国人の、観光客の方の夫婦に声をかけられたんですよ。ヘイヘイ、ヘイ、カムヒアって言われて、お、オッケーオッケーって言って、したら、なんとかかんとか、セブンイレブンみたいに言われて、お、セブンイレブン、もうこんな早く、こんな早くじゃなかった。セブンイレブン、セブンイレブンって言って、オッケーオッケーストリート、そしてライトって言って、こうオッケーってストリート、そして大きい道まで出てライトって言ったら、オッケーって言ったら、うん、あーオッケーオッケーって、 Thank you Thank you Thank you なんとかって言われて、オッケーって Thank you オッケーオッケー You're welcome ってで、その人がこうゴーストレート行って、そしてライトに曲がった時に、やばい、ライトにもあるんやけど、全然ライトにもこうストレート行ってライトに行ってもセブンあるんやけど、ストレート行って斜めレフトに信号を渡って、斜めレフトにセブンイレブンあると思って、どっちが近いかなとかめっちゃ考えて、私嘘を教えたって思えたらどうしようと思って、いやとにかく大きい大きい道路に出たらね、うん、殺虫感的な OK ストリート、そしてライト、野球好きでよかった。分かりやすいところで OK、 そうよね。 You told a lie。 いや言われん、その責められたらどうしよう、嘘ついただろうって。まあね、 Good luck。 ゴーさん中間じゃないよ。まあでもね、大丈夫。めっちゃ感謝されたんよ。てかめっちゃ素敵だった。ナチュラルイングリッシュ聞いて、ネイティブイングリッシュを間近に聞いて、もう話しかけた瞬間できちゃった。もうなんか昨日なんかコンビニに行かないといけない用事があって、でコンビニにタタタって言ってたよ。そしたらおう、おおおおで、おおおおって言われて、へいへいって言って、あ、カムヒアカムヒアって言われて、オッケー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 って感じで、そしたら、なんとかかんとかかんとか、なんかヒアとか、なんか近くのセブンイレブンに行きたいんだけど、みたいな言われて、これはなんか、オンライン英会話しとったけ、聞くのは得意ないよ。割と。単語とか。なんか、聞くのは得意なんだけど、オッケーとかもうフィーなんかあれしかできん、
Street そして Light そしてボディーランゲージでボディーランゲージででも伝わりました。セラママラン、いやマレー語出てきそうになった普通に。セラマパキセラマパキ、いや朝じゃないけどセラママランって。いやレフトに回るんやけどライト。いや外国人の方に、いやこれはねでもね最近のね広島多いんですよ。あの海外から遊びに来て来てる方がね、来てくれる方とかって観光局長みたいになってるんだけど来てくださる方が広島に私広島の何でもないんやけど、そう多いんだけどさ、なんかなんて言ったらいい、多いと思ったよね。そうなんか外国人の方って目が合っただけでもうんみたいな、うんってな感じあるんですよ、あみたいな。もうなんかそれに合わせて、てか広島駅とか行ったらマジで普通に、ね、外国人の方に全然手振っちゃうよね。振られるけここでうんみたいな。私もニコニコしながら歩いた時うんうんみたいな感じで歩いてるけさ、外国人の方もこんな感じで行ってくる。知り合いじゃない、誰誰に手振ってるの私ってか思いながら、でも挨拶さえもなんか楽しい普通に。うん、OK、そう東京にいる時もお仕事で東京にいる時もなんていうん、電車、地下鉄、地下鉄電車に乗った時にキャリーケース、キャリーケースがこうガタンゴトーンで動いてしまって、キャリーケースが私キャッチしたんですよ。キャリーケースキャッチ、そしたらお Thank you って言われて、ナチュラルネイティブな感じで言いながら、オッケー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 、いろいろコミュニケーションを交わす準備をしてますね。積極的すぎてかな、なんかありすぎてなんか大丈夫かな。 Thank you、 こんばんは、今日は半身でした、ありがとうございましたね。キャリーケースのでかさ、レベチ、わかる、めっちゃでっかいキャリーケース、ほんとにびっくりする。私もわ、こんなのあるんやみたいな。え、私もあれで行きたい、貸してくれんかな誰か一人ぐらいが、マレーシアの方、マレーシア行くためにでっかいキャリーでっかいキャリーケースを。急に靴下をしまい始めた。ここ入れんやろ、入れるかな。お菓子じゃないです、こんばんは、ファミオすぎた、ありがとう、来てくださった全皆さん、来ようとしてくださった方も、なんか行きたいみたいな気持ちになってくださった方もありがとう。ココアなら宇宙人と仲良くできそう。え？宇宙人とは分からんよ、何考えてるん。って、でも言葉書いてこんやろ。まあでも楽しいかな、おもろそう。私が宇宙人だと思われる。え、これ多分2個来てるんかな。
マイコタワーある、これ何、松岡さんタワーありがとうございます。最高の言い方、あ、コーラさんタワーありがとうございます。最高の言い方を見なきみたいにめっちゃ好きだ、歌で大号泣しちゃった、歌ありがとう。どっちの曲で、365日の紙飛行機、スペースピーポー、スペースピーポーって宇宙人の方、スペースピーポーってやばいやろ、もうおもろすぎる。こんばんは、その距離を競うよりたたんだか、どこを飛んだのか、それが一番大切なんだ。さあ心のままに、365日、好きな勝ちね、歌詞。お、紙飛行機すごいすごいよかった、ほんま、これにし、え、ほんまに？ありがとう、そう言ってくれて、うん、今ぴったりだなと思った。あ、365日の紙飛行機とタッタを聞いて今週生きてください。いや、もうめっちゃいい曲だし、どっちも好き、すか。朝の空を見上げて、今日という一日が笑顔でいられるように、そっとお願いした。なんかね、コッコにさ、アシスタントにさ、今日手伝ってくださったアシスタントの方に、いやマジでさ、ハスキーボイスだよねマジでハスキーボイスだよねみたいな、やりたくてもできんよねみたいな。いや私もハスキーボイス以外やりたくてできん。この前もさ、レッスンの時にさ、ダンスの先生にさ、ダンスの先生が、まあ、曲とか聞いた時に、まあ、なんか言ってくれるんよ、あ、ここが、あ、よかったねとか言ってくれるんだけど、あの一杯の水で頑張った自分を褒めたい、頑張った僕を褒めてよって歌ってたら、お、ここはいいねって、あ、ダンスの先生ね、よかったらこうやってやるんですよ、いいねって言ってから、ここはいいねって言って、ミックスボイスって言われて、いやいやあのミックスボイスとか全く意識したことないんやけど、多分低い声、ミックスボイスで高音出すときに裏声となんか地声みたいなのを混ぜて、裏声でも強い声を出せるみたいな、こうミックスボイスって言うらしいんやけどさ、私さマジもともとハスキーなだけでさ、いや全然、いやミックスボイス上手くない、それ全然ミックスボイスじゃない、これただのボイス、私ただのハスキーボイスいやマジでそんな褒められて、なんか技術が、え、技術が上がったねって言われて、ダンスの先生ですよ、いやこれあのあれなんですって、全然ミックスボイスじゃなくて、あのあれですね、多分ハスキーボイスですね。待って、そろそろ終わるわ、私急なんですけど、もうそろそろ時間があれなんですけど、やばいやばいやばい、この衣装も返さないといけないので、ではランキングやります。ちょっとお仕事が早くちょっと終わったのでやってみました。ではランキング読みます。13位バオバブ、12位モックン、11位ケイセキ、10位白メガネ、9位タイムファイヤー、8位キンパイ、7位ノッシー、6位スバル、5位ライトニング、4位コニョー、3位ウマちゃん、2位松岡さん、そして1位はめちゃくちゃ緊張しましたコーラー、ありがとうございます。じゃーん、
皆さんありがとうございます。来てくださってタワーも松岡さん、そしてコーラさん、タワーありがとうございます。配信ありがとう。急でしたか。配信見てくれてありがとうね。またね。配信もファンミーティングもありがとうございました。バイバーイ。